はい、酒好きな元新潟人のユッキーです。今回はですね、前回の、この、皆様のお墨付き声優の、ハイボールなんですけど、ここに糖類ゼロって書いてあるのに、原材料のところを見ると、しっかり糖類って書いてあるんですよね。それがどういうことなのか、ちょっと、電話で聞きたいと思います。ちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい。皆様のお墨付き中ハイハイボールなんですけど、ハイボール、はい。それのはい、ところに糖類ゼロって書いてあるんですよね。はい。それなのに原材料のところを見ると、はい。糖類って書いてあるんですけど、はい。これどういうことなんですか。参りますのでお待ちいただいてもよろしゅうございますか。あ、はい、ありがとうございます。一応使ってるけど、少ないんで、そうですね、表示が。5g 未満ということですので、0g と表示が。ああ、なるほど。ね、わかりました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということはですね、なるほど。確かに、そういう法律がありましたね。ここに糖類ゼロって書いてあって、で、成分表示にも、糖類のところが 0g ってなってるんですよ。ですが、ごく少量、糖類を使ってるから原材料のところに書いてあるだけで、法律的には0と表示しても問題ないらしい。ああ、だからか。なるほどね。そう。まあでも、若干は使ってるってことですね。まあ結構甘いんだよね、これね。結構ハイボールにしてはかなり甘めなんで。うん。なるほど。謎が解けた。ということです。ね。皆さんご視聴ありがとうございました。